味噌カツ定食。タレは八丁味噌。西三河の飲食店にて、わらじと、んかつ、鉄板とんかつ、鉄板の上に、キャベツと味噌カツが乗っている、味噌串かつ味噌かつカツ味噌カツは、とんかつに味噌をかけた料理。中京圏で共する、飲食店が多い。八丁味噌などの豆味噌のベースに店によってカツを出し、砂糖など様々なものを加えた、独自のタレをとんかつにかけたもの。 一つの総菜として並ぶこともあれば、カツ丼やカツサンドの形で用いられることもある。味噌だれは東海地方を中心に市販され、味噌カツだけでなく、おでんにも用いられる。1967年に刊行されたガイドブックに、愛知県名古屋市中区金三丁目にあった和食レストラン名古屋が八丁味噌をベースにしたソースをとんカツにかけて提供している胸の記述があり、 またその後1970年代に刊行された他の書籍などでも名古屋市内や尾張地方周辺の店舗で広く提供されている胸の記述がなされている。期限に関しては平皿の上にとんカツを乗せ、その上から味噌ベースのソースをかけた形態の味噌カツは三重県津市のカインドコックの家カトレアが1965年に考案したものであると、 天使自ら名乗りを上げており、これを味噌カツの発祥とする説があり、いくつかの書籍がこの説を紹介しているが、かかっている味噌だれが津市と名古屋市で違うことから、三重県民の間で同名の別物であるとする受け止め方があるという記述のある文献もある。なお、カトレアの味噌だれがカツオなどの効いた甘く緩めのものなのに対し、名古屋の味噌だれは赤味噌の色を濃く残した。 こってりとしたものが多い。名古屋の味噌カツのルーツは、戦後間もない屋台で、客が串カツを赤味噌で煮込んだ土手に煮つけて食べていたことから、味噌カツが誕生したとの説もある。名古屋飯の一つとされる。中京圏では味噌カツに合う味に調整した味噌加工品が味噌製造会社から販売されており、家庭ではこれらをトンカツにかけて食べることも一般的である。味噌のほか 砂糖、食塩、鰹節エキス、酢、増粘剤などが配合され、甘辛い味になっているものが多い。容器も、業務用のものもあれば、家庭用に適したものもあり、中物、つけて味噌かけて味噌は、マヨネーズに似たチューブ入りで、一匹の、献立いろいろ味噌はゼリー飲料のパウチ容器に、似たようなチューブに入っている製品がある。ありがとうございます。